にちは。はい、こんにちは。ちょっと質問があって、スイングを研究してるって、まあ、YouTube 見たりとか、まあ、今日も見てくれてるんですけど、その中で質問があったのが、実際にちょっと自分でこう言われたことをやってると、少しトップ上げてから、ちょっとループした方が打ちやすいんですけど、それって大丈夫でしょうかっていう質問をしたんですけど、全然大丈夫と思いますね。はい、あのジュニアの時、僕が、まあ、ゴルフ始めたのが7、8歳で、まあ、中学1年からジュニアに出始めた時に、まさにやってたのが、こう遠くに大きく上げるんですよ。遠くにこうちょっとアウト目に上げて、めちゃくちゃこうやってインサイドから下ろして打ってました。それ中学の時から？中学の時。これね、その時ちょうど憧れてたのグレッグ・ノーマンっていう、ちょっと古いんだけど、グレッグ・ノーマンがこうやって打ってたかどうか知らないんだけど、グレッグ・ノーマンの足だけ見てたらこうやって打ってたんですよ。やってたね、こうやって。それ真似したね。それ真似してるうちに、その中学の時に、あ、ゴルフってちょっとこう上げたとこよりかなりこうやってループしてインサイドから来て、あの体もちっちゃくて細かったんで、フック打たないと飛ばないんですよ。パーシモンだったしね。パーシモンだったし、僕はちっちゃかったんです、本当中1中2は。そうで、みんなに飛距離置いてかれてたんで、それをカバーするために本当にこう普通にこうやって上げてこうやって打つんじゃなくて、すごい高いトップに合うところのババアソみたいに上げて、上げてこうループさせてインサイドから。あ、で多分相当下から入ってんだよ、ジュニアの時だから、下から入ってんだけど、こうやってループさせてこうやって打つことによって飛距離が縮まったんですよ。で、なんかなんだろう、長いコース行っても、小学校の時とかってレギュラーでやるけど、中学になってくると結構もうブルーとかになるじゃん、バックだね。で、届かなかったのが届き始めて、はい、中1、そう、75を切れ始めたのが、やっぱ飛距離が今みたいにループさせて打ってから、あの75が切れ始めた。で、あの小学校の時はそんなこと気にしてなかったんですよ。でも短いレディースとか出やってたから、俺レギュラーとか。で、そう、30代出るんだけど、最初の中学1年出た時に84ぐらい打っちゃったんですよ。それはもう届かなかった。距離の問題だね。だって中3までの人と同じなんで、やっぱり当時でも6800ぐらいばっかり浅い、届かない。昔のクラブだからね。そうで、その秋の大会に なるまでに、どうにかして飛ばそうって言ったら、グレッグ・ノーマンが出てきて、はい、こう高いトップから、はい、ううそれやったら明らかに飛んだ。明らかに飛んだ。へえ、はい。デメリットがあるんですか？あ、デメリットはちょっと下から入りやすくなるかなって、こう例えば普通に打ったらこれぐらいの傾きとすると、ちょっとこうしてこう寝かした時に、左肩ってさっきよりちょっと上がってます。上がるよね。こうやって上がるんですね。普通はまあこうだとします。これがちょっとこうループさせようとすると、一瞬ちょっと間違えたやり方するとこうやって上がっちゃうんで、下から入って手元が浮いて、こうダッグフックが、フックが出やすくなる。出やすくなる。逆に言えばスライスで悩んでる人なんかは、いいかもしれないです。そうやってやった方がいい。だからそのループさせるときに、1個だけ気をつけてもらいたいのが、ループしてもいいんで、最初に構えた時の腕とシャフトの角度あるじゃないですか、この角度ですね、これ、これが変わらないように、こうインサイドから来ても、あ、ずっとスイング中こう、こういう角度。じゃあ意識ですよ。手首でループさせるのはダメだってことね。なんかあんまりか、そうだね、体でそう上げて、もう一回ひねって、こういうのはいいけど、ここでちょっとこう手だけがこうなっちゃうと、みたいなインサイドアウトはダメだってことね。もう逆の形になっちゃうんで、あ、外に上げてインから下ろすのは全然いいんだけど、この角度だけなんとなくですよ、ちょっと上がっちゃうんだよ、何をやっても、でも意識は角度保ったままこうしてくれると、これでも多少下は打つけど大きなミスにはならないのと、球は絶対飛ぶと思う。ループっていうことは
息よりもここに一瞬こう落下する腕とかクラブの重みが加われるんですよね。あ、多分、はい、でなおかつループしないで打つヘッドの位置よりも低いとこから来れるんで、うん、まあ、今の流行りのシャローで少しアッパーブローになっていくんで、出玉が高く上がって回転数が抑えられて飛距離が出ると。でいいことずくめですね。いいことずくめだし、そうだ、小池が言うようにスライサーの人って基本的にこうやってスライスする人っていないですよ、はい、もうプッシュスライスになっちゃうじゃん。そうだね、スライスする人ってのはもう上げたところよりこうやって外から来て、どうしてもこう上半身が強くて、あのスライスする人がほとんどな中でこうこっちから少しループさせる。インパクトってどれぐらいなんだろうな、こうしてインサイドから来て、この時に鏡とかを見ながらこれぐらいだったら大丈夫か、これぐらいだったら大丈夫かぐらいで自分で意識しておいた方がいいです。インパクトの形とイメージをね、あこれぐらいね、これよりもここ下がったらダメだ、あそうするとダフりやすくなる。そうだから、こうどっか重いところでもこう押す、こう押す、引っ掛けるところにね、こう、うん、押してこうしてこう鏡見て、あこのぐらいの倒れは大丈夫だな、これ以上こうだともうこれ力も入んないね、あこれぐらいだと胴体の力もこう。じゃあ手でループするってよりは今の聞いてるとなんかこう、うん、体を使ってやるってこと、ね、そうですね、上半身が一回縦に上げて、はい、そっからさらにもう一個回るような、あじゃあ体を使ってもう一個、はい、ハンマー投げじゃないけど、はいはいはい、少しこうまあ多少ねここで腕もほんのちょっとリストってこう柔らかく、これぐらいか、はい、じゃああんまり手でやっちゃダメだってこと。あのね、まあ多少はいいと思うけど多分相当ミスする、ミスは絶対増える。あの一発飛ぶ時はあるかもしれない、リストが使えるんで、はい、こうしてこうした方がビャンって、まあ、自然にローテーションもなんか大きくなる。そうそうそう、これ多分一発は飛ぶんですよ、こうやった方が飛ぶかもしれないけど、こういう回しだよね、こっちに倒れるわけだから、こっから寝たクラブをバーンって立ち上げればすごい飛ぶかもしれないけど、もうセカンドって言ったらもう絶対アイアン使うじゃん。じゃあ今の打ち方ってまあドライバーがあれかね、やっぱりアイアンであんまやるべきじゃない。アイアンはほぼやらない感じの方がいいよね。だから体でここでもう一回こういうのはいいと思う、はい、でも手でアイアンでこう上げてこうやっちゃうと、もうこの時点でもうシャフトどこ向いてんのって話になっちゃう。あーボールよりも外が上を向いちゃうってこと、ね、うん、そうそうそう、で結構だから寝かせってても、うん、本当に寝ちゃダメだってことだよね。プレー乗せてこないとね、まあ、今のいろんな教えてる人を指定するわけじゃないけど、指定しちゃうことになるかもしれないけど、こうよくなんかこう寝かせろ寝かせろだから、ね、こういうふうに言う人いるじゃん。これ打てないよ。いや打てないよ、だってプレー乗ってないんだから、寝ちゃってんだから、でしょ、うん、これ絶対打てないと思うんで、立ってしまう人が多いん でカットするんで首切りするから寝かせろついたけど、ね、イメージはそうね、こうそこを感じない。このぐらいの人がよ、こういうイメージしても、うん、多分このぐらいなのよ、はい、そういうことだよね、うん、でもこれが正しい、こういう切り返しが正しいっていうふうに思っちゃうのは、うん、あんま良くないですね、うん、できればワンプレーの方がいいわけだから。もちろんね、本来こういうガラスがあったとして、こう板があったとして、このプレーンにこう乗ってこう、でも下半身が動くから、下半身でこうやって回転していっちゃうから、多少イメージこういうふうにイメージしても同じとこ通るっていう結論でしょ。はい、だからこう切り返しでこう明らかにそのジジイとかでこう足がこうなんかそのつうのこう右にこんな感じかな、よくわかんないけど、これは流行りってあるじゃん、うん、流行りと、あとはやっぱり、うん、それがあのどうやっても首切っちゃう人とかだよね、降りてくるときに、そう、ね、ネットから降りてきたりとするのに金ができない人の一つの手段、一つの まあ、ドリルとか、はい、だからそれを本当にできてる人が寝かせたらラップったりとかしますね、はい、しますね。やっぱオンプレーンに来るのが、うん、ワンプレーン がいいと思う、一番、はい、あのそれね、はい、
あのマシュールフだっけ、はい、あのテーラメイドチャンネルで、はい、マシュールフと、ダスティン・ジョンソン、タイガー・ウッズ、ジェイソン・デイ、あのみんなあのテーラメイドでしょ、はい、結構みんなドラゴンやってるビデオがあった、はい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 、でマシュールフ結構飛ぶんだよね、はい、ダスティン・ジョンソンが結局飛んでたんだけど、はい、マシュールフがこうやってやってこうやって打つじゃないですか、ね、これねみんな真似したわけよ。あなんかそれ見たことあるわ。あだけど真似したんだけど、うん、当たらないみんな結局あれを真似してもあんなにすごいプレイヤーたちが真似しても当たらないし結局飛ばない。そういうことなんだよね。そうです。でほんのちょっとね入れるのはいいと思うんだけどね、はい、だからまあちょっとやってみてね取り入れる感じで向きになってやってダフったりチーピン出るのにね、やらないってことだね。そうね、マッシュウルフって一人しかいないんで、はい、あのスイングしてんの。じゃあ、ね、PGA ツアーでやっぱり俺たちってそのデータを見て確率論を確率の高いものを進めていかなきゃいけないじゃない、はい、したらじゃあ PGA ツアーとか LPGA ツアーの選手が6割ぐらいやってるスイングを見本にした方が絶対いいんですよ。そうだよね。なんかあたかもやっぱみんなプロがアメリカのプロはみんなそうやって打ってるみたいになっちゃってるから、ね、なってるけどね、うん、そういうのもあるよっていうだけで。そうだよね。まあ、やっぱりいろんなビジネス要素もあるだろうし、であとはやっぱリズムが大事ですね。でリズム取りやすいんじゃないですか。こうこう上げて少しインサイドからっていうのはここで待てるし。でもそれはねそういうことでいいことだよね。あいいことです。軌道の話じゃなくていいことです。急がなくなる、うん、ためができたり間を取ったりとか、ね、ワンプレーンだとよしプレーン乗せなきゃでこう急ぐ可能性あるけど、うん、ちょっとこうやることであと体も深く回りやすいよ、ね、深く回りやすいのと一瞬間ができるから、はい、あのリズムがすごく良くなる。やっぱりいいことづくみじゃないですか。いいことづくみですね。たださっき言ったその2ポイントぐらいは気をつけた方がそうですね。いいです、はい、じゃあ最後また一発340度お願いします。これ何そのちょっとあれ、はい、倒す倒す系倒す系なんだそれ。ああというか寝かす系。ああそうじゃあちょっとそれやってもらっていい。ちょっとイメージじゃあ、うん、そのあんなマシュールフムぐらいまでいかないけどちょっとこうインサイドね。インサイドでもうこれじゃあ明らかにやりますね。ちょっと、はい、おわこんなら分かる。すごいちょっと分かる、はい、こう、うん、でもほとんどまあいいプレーだね。うんあの、うん、多分急がないで打てるしで僕今結構上から当たっちゃうこと多いけど、はい、下ちょっと吸ったってことは上から入る人は少しアッパー気味にこうシャローに打ててくるいい点があるかもしれません、はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい。